このゲーム1の2から難しいです。僕ちょっと舐めてましたね。このね、まずセーブがないものを忘れてたし、俺1の1っていうか、これどんぐり平原1っていうのをたまたま初見でクリアできたのは本当奇跡的なことやったなと思いました。3個一緒に取って本当難しくて、ここの3枚目とかも場所分かったんやけど、このどんぐりキノコじゃないと、何キノコっつうのこれ、あ、違う、何マリオ、何ルイジっていうの、この人じゃないといけなくてさ、この人のこのものが何を言ってねえの、このどんぐりがないんすよね、2面にないのに、どんぐりないと取れんのじゃねえかっていうところにあるっていう、危ない。ほらもうすごい反応がいいし、俺のリアクションもそのぐらい難しいってことなんですよ。危ないって言うからね、普通に丁寧に行かせてもらいます、本当に。あれあれ、おお、これもう今の時に行かなあかんで、ちょっと待って、ルイジの操作がよく分かってない、ムササビとルイジの相性っていうか、そのおっ、おお、テクった、なになになに、今の分からん、自分でも操作分かってない。危ない、すげえ危なかった今。ちょっと待って、ムササビになるのはフィフィってなった後やんな。おお、いった、あそこの上にひっついたりして難しかったんて、ここもうね、1の2からこんな難しいんですよ。これ3個同時に取ろうとするし、あれ引っかかるし、もう時間もないし、本当にもう絶対ここから取ろう。いや、おもろいと思う、難しいから。セーブできないですよ、あと好きなところで。忘れてたんかな、俺ルイジからやったっけ、マリオからやったっけ。だから何やろ、俺言いたいことまとめると、このアイテムっていうのは重要になってくるんやろな、ここの R で使える。で、あとセーブポイントが重要になってくるんやろな。あとは3個同時に取るのめっちゃ難しいやろな、そういうポイントがありますね。他のところから取ってきたアイテムじゃないとダメなのにっていう。あと、あの1個ね、これね、一気に3個揃えようっていう動画にしようとしてるから、僕は。そうなってくるとですよ、そうなってくるとですよ、やり直し効かないんですよ、コースの中入ったら。ここなんや、これどんぐり平原キノコ、これ入ってみようか。こういうのが出たら入る動画にしようか、1個前に。むずいっすわ。あ、これでアイテム手に入るんか。何よ、俺今ほんとリアクションいいよね、俺今日。あ、見てなかったー。見えるが、見えるやん、あ、見えんわ。あ、見えるわ。見えるけど、どれが何かわからなかったです。はい。これ、なんか、大丈夫そう。おー、行ったんやん。だから1の1を何回も行かなあかんね、これ。あれ取りに行くのこれ。あ、取りに行くじゃないか。わかった。1の1行くと、どんぐり平原1行くと、ワンナップとムササビが取れるから、ムササビで行かなあかんときはそこに戻るっていう感じなんやなっていうのが分かりました。これね、やっぱセーブがどこでもできないっていうのは面白いなと思います。中断はできるんですけど。分かりました。ここ行くとセーブできるのかな?クリアすると。じゃあそういうことで。